倒せた。青い油が出てきた。面白いこれ。戦闘シーンにならないゲームが私結構好きなので、サクサクこれ進めて嬉しいかも。これ何？コウモリ。すごいこれ。スナミちゃん。待って、死んじゃう。危ない。死んじゃう。傷薬。使った？傷薬。危なかった。待って、棒持ってる？ちょっと案外ですね、スライムが強くて。また作らないと死んじゃう。とりあえずここに行こう。死んじゃう、死んじゃう。これね、使う。暖かい光が溢れ出した人に光に導かれ、人間たちが集まってくるはずです。拠点ができた。ハンエイドとかもあるんだ。わ、人が来た。話す話す話す。この旗一体何なんだろう。それにこの場所なんだか不思議。とっても明るくてすごく暖かい。私はピリン。ピリン、あなたは住人からのお願い。びっくりマークは何らかの頼み事がある時だって。なんか頼み事があるみたい。待って、あなたは誰なの。頭の中で声がするなんて、なんだかものすごく怪しい感じ。この場所は暖かくて気持ちがいいし、私ここに住んでみようかな。やった。仲間となる人々が住むための部屋を作るんだって。そこに扉だけが残されて壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修復してみましょう。ブロックは L1 をしながら置く。一段上に R1 だと一段下に三角の長押し。ちょっとこれ覚えないと必要なことになった。早速ここに置いてみよう。 L1 で空中じゃないの。ちょっとやっぱり慣れるまで難しそう。しょ、違うの。こっち。ちょっとなかなかこの合わせるのが難しいよ。下穴開いちゃってるよ。これ置けるかな。R1 開けた。あとはここかな。よし、家がもうすぐできるよ。待っててね、ピリン。ピリンのために作るからね。ピリンから依頼された目標を達成した。わあ、すごい。ボロボロだったお家の壁が治ってる。でも土だけどね。頭の中で精霊の声がするとか、少しおかしい感じの人だと思ってたけど、壊れたお家を修理になって、あなたは不思議な力を持ってるんだね。はい、これ、なんかこれ、お家を直してくれたお礼だよ。ここに来る途中に白い花びら、傷
傷薬が1個作れる。ありがとう。またびっくりマークついてる。惚れたお家を修理できるなんて不思議な人だね。自分には物を作る力があるって。物を作るって何？女神、私のことを覚えていますか？この世界の人々は物を作る力を失った人々、人々に物作りを伝えるのもあなたの役割なのです。せっかくお家を修理してくれたけど、明かりがないとお部屋にはできそうにないね。明かりって言っても松明は物の近くにもしてなさそうだし、旗の近くにある石の作業台を使えば松明を作ることができるって。青い油、すごいって言ってくれる。嬉しい。作ったんだよ、見つけたんじゃなくて。そう、周りにある素材から物を生み出すことを物作りっていうんだね。ありがとう。私少しだけ分かった気がするよ。ひょっとしてこういうものが役に立つ？あ、いろいろくれる。わあ、すごい。そういえばあなたの名前まで聞いてなかったね。全然特別な力がある感じの名前じゃないけど、でも人は名前じゃないっていうもんね。そうだねえねえ、メガメ、せっかく作ってくれたその松明をお家の中に置いてみようよ。2段以上積み上げた壁と上を照らす明かり、そして扉があれば部屋が完成します。作ったものは三角ボタンで置くことができるって。早速置いてみよう。2段以上のところに松明さん、どういうこと？2段以上だから置けるんじゃないのかな。どうして？もう一個高くないとダメ？もう一回教えて。結構早いね。壁と扉、それに明かりがあったらでしょう。2段以上積み重ねた壁と、どこでもいいのか。
あ、間違っちゃった。丈夫な草まずいっぱい拾わなくちゃ。ここにもいろいろある。この赤い木の実なんだろう。桃が木の実。食べれそうだな。離れるとなんか敵来たらいいかな。取れるの嬉しい。取れたのかな。さあベッドを作ろう。わらベッドを作る。2個作りたい。作れそう。スペースがいっぱいあるので。これなんだ。看板に文字が記されている。魔物はいつもこの方角からやってくるって。怖いね。前から置いておきたいよ。ベッドだこれ。あれ二人で寝るって言ってたのにすごい離れちゃった。よーし、できたよ。すごい走ってきた。すごいすごい。昼間や夜、部屋の中に置いたベッドで眠ることで体力が回復するって。夜はなるべく寝ましょう。自分の力でわらベッドのレシピを作ると、あなたには私が与えたものを作る力だけでなく、素材から何かを読む力もあって、ひょっとしてまだ精霊の声がしたの。精霊の武士は何たるなんだろうね。時間の流れを感じ始めた。クエストコンプリート。時間も関係あるんだね。まだ夜じゃないけど、だんだんなんか暗くなってきた感じかな。夜になる前に寝なくちゃね。お腹も空いてきた。確かにさっきでも木の実拾ったんだよ。5つも2つしか持ってないよ。あ、落ちてるね。三角だよね。こっちが四角か。取れた取れた。見てた。近くまで来て拍手してくれてる。こっちも来る？来てくれる？追いかけてきてくれる。かわいいな。では今日はですね、この辺で一度セーブして、また次回続きやっていきたいと思います。